はい、おもちゃワンです。今日は仮面ライダービルド騒動の第6弾、こちらの仮面ライダーグリスのクロスアーマーセットとアクションボディセットそれぞれ開けて合体させてみるよ。5と6だね。パッケージはこんな感じで、めちゃめちゃかっこいいな。これセット内容がそれぞれ書いてあるよ。で、中身はアーマー装着。ここの武器はこの間やったエグゼイドフォームのパーツだね。これをつけてやるんだね。じゃあ早速開けていくよ。まずは仮面ライダーグリスのクロスアーマーセットの5番から開けていくよ。いつも通りのシールと台座、そしてこれは台座とパーツだね。で、顔が入ってたよ。次は仮面ライダーグリスのアクションボディセット。こちらはシールと仮面ライダーグリスの本体だね。ここにも武器が入ってるね。じゃあ早速開けて組んでみるよ。よし、仮面ライダーグリスのセットが作れたよ。頭がそのままだとちょっと格好はつかないから変えてみるよ。やっぱ顔はこっちの方がかっこいいね。断然クラッシュゼリーのベルトがめちゃめちゃかっこいいよね。やっぱ透明なヘルメットっていうのもかっこいいよね。クラッシュゼリーのマークがついてるね。ちょっと武器を変えてみようかな。武器をエグゼイドフォームの方の付属品で付け替えてみたよ。これはこれでとってもかっこいいね。今回は仮面ライダーグリスを作ってみたよ。次の動画も楽しみにしてね。じゃあね、バイバイ。